マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。セパ交流戦、広島東洋カープ対北海道日本ハムファイターズの2回戦です。解説は小宮山聡さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。エース対策をベンチも当然考えてきてるでしょうね。いや、もちろんですね、深くミーティングもすると思いますけれども、まあ野手も気合を入れて改善してると思います。ではカープの攻撃です。カープはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますファイターズはご覧のような守備陣です。ファイターズマウンドに上がるのは先発の大谷。さあカープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは菊池。さあファイターズはエースが登板ということになります。さあそのエースをカープ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。低めの球、あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている赤松。佐々木の記録大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーは大谷、ここまで10勝をマークしています。防御率も0点台と素晴らしい成績でここまで来ています。ファウルになります。これが3球目、入れてきました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ツーアウトになりました。パーフェクトゲームやるで。パーフェクトゲーム、クリーンアップが登場します。バッター丸、ツーアウトランナーありません。マウンド上大谷、そしてキャッチャーは市川。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩すか。清水川のバッテリー、さあバッティングの方はどうか。大谷がバッターボックスに入ります。今日はピッチングの調子も良さそうですからね、こういう時はバッティングの方も期待できるんじゃないでしょうか。なるほど。さあいい流れをバッティングでも活かせるか。いったか、いったか。おお、入った、ホームラン。先制ホームランです。ファイターズ、カープ痛い一発を浴びています。自らのバットで先制、カープ先制を許します。1対0、はいきなり相手に打たれてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。なんとも痛い失点となります。エルドレッドが打席に入ります。カープ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。変化球空振り、ワンアウトです。打席には5番バッター相澤。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ボール。さてこの相澤、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、その気になればホームランも狙えるパワーを秘めた中距離バッターですね。ああ、そうですか。見逃して三振です。ツーアウトになっています。6番バッター堂林、ツーアウトランナーありません。ファウルになります。空振りになります。ノーボールツーストライクです。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。西さん、際どいコースに決まりましたね。まあいいコースに来ましたからね。西さん、いわゆるキレのいい球とよく言いますよね。このキレというのはバッターからするとどのような感覚なんですか。もうこれはね、バッターは打とうと思った時に詰まらされる、
まあ、そんなボールがキレがいいということですね。なるほど。鬼バッター、打球はレフトへ。あっぶねえ。レフト掴んで結構飛ばしやがったな、今。狙ってたか。打席には1番バッター、田中。まずはワンアウトを取っています。カロビー、156キロがいきなり出ました。際どいボール外れました。ワンボール、ツーストライクです。低めの変化球は決まりません。これはバット出ず三振です。ツーアウトになりました。ピッチャーに打順が回って先発の黒田が打席に入ります。まあ、抜けないにしてもね、球数投げさせるくらいはしておきたいですね。そうですね。ノーボールツーストライク。低めの変化球は外れました。ファウルになります。低め見逃し三振。スリーアウトチェンジ。接戦の中でホームランを浴びている。さあ、右中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。そしてこれが今シーズン30本目のツーベースヒットということになりました。甘い球を狙われました。ツーベースヒットとされています。ちょっと中途半端な感じになりましたね。作って1点でも取ってほしいですね。そうですね。まずは1点という、そんな戦いです。ライト方向を流しました。これはどう。ああ、山田くそ、バッターが出ました。先頭バッター出ました。カープノーアウトランナー1塁です。いや、西さん、綺麗に流していきましたね。まあ、そうですね。まず何を投げてくるか。ランナー動きませんね。詰まった打球になった。二塁送球、セカンドフォースアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは3番マー。飛んだって気がしたかな。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。流しました。これはと三遊間抜ける。カープチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。低めをうまく流していきました。お前ね、中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。そうですね。さあ、2球目は何か。低めのストライク、ストライクを先行させていきます。見逃しましたが三振。タイムリーになりませんでした。2アウトになっています。バットには当てたかったんですけどね。ただ次は勝負強いバッターなんでね、期待していいと思いますよ。このチャンスに期待がかかる相澤がバッターボックスです。バッターの相澤、今シーズンの得点圏打率は。空振り三振。ランナー返すことができませんでした。ここは0点に終わっています。ご覧いただきましょう。同点のチャンスだったんですが連続三振。ミスターバッターも一巡してますので、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。まあ、そろそろね、あの絞り球っていうのも見えてくるんじゃないでしょうかね。狙い球を絞る、そのあたり対策はできるんでしょうか。さあ、外してくるのか。アウトコース打ちました。レア一塁送球、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは7番ロサリオ。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはカープが黒田、そしてファイターズが大谷、この2人の投げ合いとなっています。一塁そのまま入ってアウト。相手やったら打てんかな。
打席には1番バッター田中。2アウトランナーありません。さてこのところのカープですが、ここまで3連敗、連敗は避けたいところでしょう。2球目も決まります。変化球が低めに外れます。三振です。3アウトチェンジ。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。先発の黒田がバッターボックスに入ります。まあ好投してますが、代打を送って点を取りに行くべきじゃなかったでしょうか。うん、そうですね。アウトコース見送ってストライクです。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。ボールカウントはノーボール2ストライクです。ここもファウルです。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。見逃して三振になります。ワンアウトです。打順はトップに返って菊池。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ショートを取った。一塁送球アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。いいご覧いただきましょう。走りながらのこのキャッチ。初球はストレートから入りました。スピードボールを持っています。インコース決まりました。ノーボール2ストライクです。ボールになります。何？あぶねえ。合わせてきやがった。掴んで3アウトチェンジです。狙ってくるな逆に。うん、これは俺のバットで。宮本さん、ここは7回も続投、我慢のピッチングが続いてますね。まあそうですね。これはね、ベンチも相当やっぱ期待してるんだと思います。この期待を感じる続投という形になります。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。結局点取れんか。リさん、エースを前に全く得点が奪えていませんね。まあなかなかね、突破口見つかりませんけれども、まあなんとかチャンスを作りたいですね。突破口を見出すことができるんでしょうか。まあここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど、そうですか。これが4球目。空振り三振。ワンアウトです。打席にはワンバッターエルドレッド。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。次が2球目。ボールになります。空振り。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。この球は落としましたが決まりません。打ちました。ショートが取る。一塁送球アウト。ツーアウト。バッターボックス相澤。ツーアウトランナーありません。インサイド決まっています。スピードボールを持っています。際どいコース、ストライクです。ノーボールツーストライク。打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドです。見せていますが、西さん、当たりに当たっているという感じですよね。インサイド打った。セカンド取った。一塁アウトでスリーアウト。8回の裏、7番から始まるカープの攻撃。ロサリオがバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。カープ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。
西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うのですが、いかがでしょう。見逃して三振です。ワンアウトです。打順は8番田中。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました、荒木。2アウトになりました。起用に応えたい。インハイ決まっています。あっという間に2ストライクです。アウトロー外れます。さあ4球目は何か。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。これから9回ファイターズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。今日はちょっとホームラン狙えるな。打ちました、強烈、入れました、ワンボールです。よっしゃー、結局俺のホームラン2本だけだよ。点取ったの。真ん中に入ってしまった。ダメだ日本ハム。中田でも何やるんだ。追加点を許します。2対0になりました。打たれてはいけない相手に一発を浴びました。その差を2点とされています。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。最終回大谷絶対セリフとか言ったらやばいな。ピッチャー吹いて打順回ってきても打たれるわ。無駄にやった。西さん、相手エースの前に得点できずに9回を迎えてしまいました。そうですね、まあ、なんとかランナー1人出したいですよね。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。まあ、ここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。さあ勝負してくるのか。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターボックスは2番赤松。今日はまだ当たりがありません。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ここは158キロを計測しています。さあ3球目は何か。これは決まった。ワンボールツーストライクです。何当ててきやがったの。ライトの前に落ちました。これで3試合連続アウト。ワンアウトランナー1塁となりました。うまい。打順は3番ヒットでランナーを1塁に置いています。ここからは確実に狙っていきたい。変化球絡み、腕の振りがいいとついついまっすぐに見えちゃうんですよね。打順は4番エルドレッド。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナー1塁です。ここからは確実に狙っていきたい。ファウルになります。打ちました。弾き返した打球は左中間へ。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。相手ピッチャー手も足も出ず完封負けを喫しました。カープは屈辱の黒星となりました。小宮山さん、エースの力を見せつけられるような結果となってしまいましたね。まあそうですね、これはねちょっと手も足も出なかったというような感じになってますんでね、残念ですね。まあ相手を褒めるしかないですかね。勝ったファイターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。